ではないと。ただ高校から入る方がいいかもねって。僕は高校から入りたかったですね。はい。普通高校、授業、何にも授業聞いてないからね。何にも聞いてる時もあったかもしれないですけど、たまに。全然集中してないからね。うん。で、なんだとか、あははは。は。で、その、将来の職業とか進路とか、まあ、人生の選択そのものにかかってくるんでね、音大入る入らないとか、音楽高校入る入らないとか、まあその時点で結構どれぐらいの覚悟があるかってことは問われると同時に、現実を言ってしまうと、やっぱりその現時点でのね、大学受験するなり高校受験するまでのその子のまあやる気とか覚悟とかに加えて、実際どれぐらいの技術レベルに到達しているかとか、そのポテンシャルがどれぐらいあるかっていうことが、まあ避けられない問題としてあるからね、ここら辺をやっぱり公平な、なんかアドバイスっていうか、公平に評価してくださる人っていうのも必要ですよね。まあなんかさっき言った受験の関連でレッスン受けるっていうことと同じですけど、うん、まあだから説明会だの講習会だのそういうのがあれば積極的に行くことよね。行かないと、多分行くことで情報が入ってくることもあると思うし、うん。でまあその、うん、仮に音大入れて卒業できたとなったとしてもね、そのそっから実際にまずプロの演奏家やプロの作曲家になる人ね、純粋にやっていく人っていうの人の数はまあすごい少ないのと、日本ではね、あとそうじゃなくて、じゃあ演奏家になろうと思ったけど演奏家は難しいから、あの例えばピアノ教室を開くとか、ピアノ講師としてどっかにお勤めをされるっていうことはもうちょっと数がわって広がりますけど、まあそもそも音楽とか楽器自体を仕事としてはもう志さないっていう風になる人の数もまあとても多いでしょうね。毎年音楽関係の専門の卒業生っていうのが全国から出るわけですけども、そうね、うん。だからもう、競争っていうことだけで言えばね、それはもうやっぱり子供の頃から始まってるんですよ。子供の頃から始まってるってことは、もう家庭環境ってことね、そこら辺は、うん。これが現実よね。うん。それでもいろんなことを受け止めてというか、ある意味受け流してというか、それでもやるんだぞっていうのは、まあ本人のもう覚悟と気合と根性と、そういった情熱の量と熱量、そういったことですよね。だから何かっていうと、いや厳しいですよね。うん。ただ僕はその、じゃあ小説家やピアニストや、あの俳優になる、そういう特殊な芸術家とかアーティストとかね、アーティストとか特殊な才覚を生かしてやる仕事が特別厳しいっていうのも、まあ事実の面もあるけれども、じゃあかといってね、あの、なんだ、いっぱい勉強して、なるべくいい大学入って、なるべくいい企業入って、それ勤めていく。それもう大変でしょう、はっきり言って。うん。だから、我々の方が大変だっていうのは、それはちょっと、何が大変かって、確かに毎月決まった給料振り込まれるとか振り込まれないとか、そこら辺が大変だろう、大変ですよね。確かにそれはそうなんだけど、でもだって、あの私事で言いますよ、私事で言うと、僕の例えば中学の同級生とか高校の同級生、中学生時点、高校生時点で、例えば、僕はこれをやりたいんだ。じゃあ別に、なんか、じゃあラーメン好きで、ラーメン屋をね、修行して、ラーメン屋改善させたいんだ。っていう、なんかもう専門のこの目的や夢、目標を見つけてるって人、すごい少なかったですね。中学の周り、高校の周り。それを実際、これをやるって成し遂げた人、もう一人も思い出せないぐらい、ですね、その時点でもあんまり決まってる人は少なかったし、私はこれをやりますとかね、
じゃあ例えばなんか自分は経済学を極めて学者になります、大学の先生になりますっていう人もいなかったし、実際にじゃあそれを今これをやってのけてるんだって、続けてるんだっていう人一人も知らないね。友達が少ないだけっていうのもあるけど、それだけじゃなくて、うん、で、何が言いたいかっていうと、そのっていうことはね、じゃあみんな目標とかこれをやるんだ、中学生時点高校生時点で定まってないと、全然定まってないと、全然定まってなかったんですよ僕の周りは。うん、でも勉強はしてる、まあ勉強しとこう、それでまあ大学、その自分の専門、例えば文学研究者になりたいから文学部っていう人はほとんどいなかったってことね。まあ文学部選ぶ、まあ経済学部選ぶ、就職に有利だから、まあじゃあ法学部選ぶとかいろいろある。例えば学校の先生になりたいからじゃあ教育学部とか、そういうことはまああったのかもしれないですね、数的には。でもそれってじゃあ大学入ってから決まればいいけど、じゃあ大学入ってから自分はこれがいい、じゃあ例えばね、その大企業に勤めても、大企業に入ってこう修行してノウハウ蓄えて独立して経営者になるぞって決まってる人いなかったね。ってことは決まらないまま結構行ったはずなんですよ、僕の同級生たちは。僕が実際に同級生としてクラスで椅子をというか、別の教室でも同じ学年にいた人たちは結構、まあ何割とは知らないけど、大学入って一部の人は決まった人は いるでしょうね。だからなかなか決まらないまま就職してったと思うんですよ。でその就職してって、そのまあ大学でそもそも学んでるね、経済学部とか法律学部とか何学部っていう、文学部とかね、じゃあその文学部、国文とかあのなんとか文学に行った人たちいるけど、じゃあそのなんかあの専門、例えば国文だったら芥川とか漱石とか鴎外とか読んで研究してね、それじゃあ職業で使うか、使わないでしょうね、使わなかったと思う、うん、私の知ってる人ね。例えばフランス文学、いやプルーストとか、なんかわかんない、バタイユとか、ジャン・ジュネとか読んで、それ使わないと思うんだよね、職業で、その専門の研究家にもならない限りね。で、専門の研究家には多分僕の同級生たちはなってないと思うん で、何が言いたいかっていうと、特に絶対これ決まってないままこう就職まで行った同級生もいたと思うね。それって、僕たちみたいに、じゃあ指揮者だ、指揮家目指すか、バイオリンだ、バイオリニスト目指すとか、ピアニストだ、ピアノ家だ、音大行くぞ、ピアニスト目指すとか、ピアノ先生目指す。モチベーションが違うんですよ、はっきり言って。だから、モチベーションがその定まりきってなくて、多分僕たちの方がモチベーション高いんで、これって ターゲット定めてる方がね。だから、どっちが大変とは言えないですよね。まあ、我々の方が、その一見その給与の支給とかに関してはもちろん安定してないんだけど、それは起業家問題ね。だからそういう意味では大変かもしれないんだけど、私たちから見たらそのモチベーション定まってないで何かをね毎日やんなくちゃいけないっていうのも大変なんですよ。それも忍耐がいるはずだし、だからどっちが大変っていうのはもうちょっと、ちょっと考え方としてはもうちょっとあんま合わないのかもしれないなって思うんです。僕は散々ね、なんでそんな大変なことやるんだって、まあ言う、なんでそんな大変な道ってずっと言われ続けてきたからこうやって言ってるんですよ。いやでもみんな大変じゃないかって、僕の同級生たちもみんな大変じゃないかって思うんですけどね。うん、いや、まあわかりますかね、私の言いたいこと、てなことで、うん、まあいろんな問題と絡んできますよね。音楽高校行く、音大進学するってね。まあ、今の最後なんか関係ないような話したのも一つまあ参考になるような話かなとも思うんですけどね、これもね。そういったこと含めて、まあ人生の総合力の勝負っていうか、で、親御さんも関わってくるから、もう親子含めてね、結構そのね、どこの大学行く、じゃあ受験準備どうする、そして卒業したらどうする。結構まあ大きな問題ですね。で、何か言えることがあるとしたら、
まあ、信念があるんだったらね、これやりたい、ピアニストになりたい、バイオリニストになりたい、信念があるんだったら貫き通した方がいいね。何をしてでもね、諦めないっていうことが大事ですね。うん、はい。でね、まあ個別具体的な話とかでも、こういうちょっと全体的な大きな話とか、何に関連させてもこの音大進学とか音楽高校進学とかいう話は、まあ、そんな簡単に終わらないんで、またなんか部分部分ね、まあ、お話しするのかもしれません。はい。今日はね、ちょっとね、プラクティカルのね、話題でしたけども、クラシック音楽のね、関連のことを中心にね、まあ音楽教育とか、まあ音楽教育にね、関連する話でしたね。音楽の進路ってことでね。とか話してます。よろしければチャンネル登録お願いします。